この人、ああああ。あんた聞いとくれよ。私はこの人の必勝法とやらに1万ゴールド払ったのさ。その必勝とはいうのは、大食いが勝つってことだったけど、勝つどころかレースにも出ないじゃないか。でもさ、砂漠のど真ん中にでも捨ててこようかね。出なかったんだからしょうがないじゃんね。もうそれは、出てたら勝ってたかもしれんもんな、大食いが。違うんですよ。これは陰謀です。必勝法を編み出した私を貶める罠です。私は嘘なんてついてまいつもありません。オグイが出なかったら誰って言えばいいことにね。じゃあ今、ああやっぱりじゃあこっちでって、ああそう言っときゃよかったのに。ファリサイで王子様が勝ってくれて、俺の見る目が正しかったと証明されたんだ。最高に気分がいいぜ。でもさ、それはオグイ出てなかったもん。しょうがないよね。え、かけてた俺。え、やっぱかけってさ、欠場だったら、ダメ、何、払い戻してくれるとかないのかな。うん。いい走りだった。波の旅芸人できる芸当じゃない。そうだね。今回の僕は優勝しましたけどね、オグイさんでもなく、シルビアさんにも勝って。欠場でもお金ってダメなんだ。返してくれないんだ。あ、え、何ですって？あれは王子じゃなくて自分ですって？言っちゃったの？これは墓場まで持ってかなきゃいけない話でしょう。冗談おっしゃい。あなたと高貴な王子様を私が見間違えるわけないじゃない。いや、この勇者は割と高貴だよ。パフパフに行ってしまうけれど。なあ、全く状況変わってる。この人ったらどんくさくって人の波に流されてファーリス様のレースを見逃しちゃったっていうのよ。信じられない。このどんくさい人と比べて王子様の走りはとても勇ましかったわ。なんかまあさ、文句言いつつも結局言ってるからさ、まあね、いいんだろうけど。ファリサイはすごい人だかりで、慣れない人の波に流されちっていたら、肝心のレースを見逃しちゃったんだ。それがまた彼女を怒らせちゃったみたいでさ。いや、みんな普通にさ、人の流れと言いながらも、ちゃんと観客席にもし行けてたらさ、波ないよね、普通。みんなレースに集中してるんだからさ、わーとかはなるけどさ、それに飲まれて見れないなんてことあんの？相当などんくささやばすぎるよマジで。超絶あそこに走ってる人いるんですけど、あれは馬の機嫌が悪くて走れないから自分がめちゃくちゃ走ってるらしいですね。騎士らしいんだけど、はい、異常なし、あ、どうもすいません、邪魔をしてしまって。そう、じゃあね、町中は本当にね、シルビアさんとか王子の走りがすごい良かったっていう話題ばっかりで持ちきりだったんですが、じゃあちょっと行ってみようかな、王宮に。おかしいぞ、ファーリス様がちゃんと馬で走れるなんて、そんなことがあるはずないんだ。あ、これは災いの予兆かもしれない。何か悪いことが起こらなければいいが。やめてほしいな。それが虫じゃない、虫じゃないや、敵じゃないのか。けどここだけの話、レースを走ってた時のファーリス様は王子様らしくなかったんだよな。まあそりゃね、見る人が見ればわかるよな、普通に考えて。しかし変ですよね、王子様がちゃんと走れるはずがないのに。砂漠に雪でも降るんじゃないでしょうか。いやー本当に。ね、ここら辺の騎士が行く前は不満をちょっと漏らしてたわけだからさ、気づかないはずがないんだけど。いや、もうみんな、なんかサマちゃんっていう猫を探してて、こんなにいなくなったままなんて、何か悪いことでも起こらなければいいんですけれどって。もう悪いこと起きんじゃん！ああ、やだー、せっかく優勝できて嬉しい気持ちでね、いるのに。あお、王子様がいるね。ありがたきお言葉。今後もこのファーリス、騎士として精進いたします。来たか。ああ、父上、実はお願いがあります。
あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。頼みます。おー、人助けとはさすがは我が息子、騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。でもね、ただの困ってるじゃないからね、エラが欲しいっていう国宝の、はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色のはい、王様、大変です。やだやだやだ、聞きたくないよ。これは災いの予感。サソリの化け物です。かバクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。やっぱサソリか、サソリか。なんてやつだっけ、忘れちゃったけど、そいつを倒したらくれてやるみたいな流れになるのかな、もしかしたら。いい、あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくる。止めてくるのは、ん、待てよ。何ですか。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば今回の任務もきっとこなせるであろう。あの馬は乗れなかったのはわかるけど、騎士としてもどうなんだろうね。そういう練習はちゃんとしてんのかな。歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか。私では叶いませんよ。すっげー急になんかさ震えちゃうんだもん、いろいろと声もさ体もさ。実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まらないと見た。頼もしい限りだな。いやーもうね、親はね信じて疑いませんからね。よし、ファーリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいれ。どう、かわいそう。はっ、ああ、承知しました。準備のため一度自室に戻ります。それでは。偉いぞ、よく言った。やばいじゃん、どうした。すまない、虹色の枝の話は後だ。話があるから後で。いや絶対行ってきてって言うじゃん。話の内容も分かってんだけど、すでにトイレ行く前に漏らすなよ。トイレまでたどり着けるか君。もう結局だよ。なんて勇ましい子なのかしら。なんでこんなにみんなさ疑わないんだろうね。あんなにガクブルのさ武者震いに見えるか普通。あ、何、宝箱隠してた。全然気づかなかった。うおー、いや、やっぱね、王国だものね。1500ゴールドもらっちゃった。そりゃ王国だもの、こんぐらいいただかないと。うん、我が国の未来も明るいぞ。わっほっほっほ、みんな期待してんもん、王子様に。え、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 どうした。そこの兵士は何でも砂漠の殺し屋にやられて怪我を負ったそうなんだ。この人がなんでここにいるの。救急、救急でしょ、処置しなくていいの、はあ、こちらの騎士さん、バクラバ砂丘を巡回中に砂漠の殺し屋に襲われたそうです。傷一つつけられず逃げ帰ってきたなんて誠に面目ない。傷一つつけられなかったの。なんだよ、怪我したって言ったんじゃないんかい。やつのハサミは岩をも砕くほど強烈だ。うん、いてて、逃げ出した際にくじいちゃったのかな、足とかを。いやー腕が鳴るぜ。とほほー、護衛をやることになったよ。行きたかねえよな。まあ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 、心配するな、みんな。俺が行くからよ、きっと。レース上でのファーリス様のご活躍に王様も満足したみたいだけど、歴戦の騎士だって歯が立たないってのに王子様に砂漠の殺し屋を捕獲す命じるなんて無茶すぎるぜ。なんかここら辺のさ、ちょっと小言を言う人たちの言葉聞くのちょっと楽しいんだよね。
青ざめた顔で部屋に入っていきましたよ。でしょうね、でしょうよ。砂漠の小よしるしゅじゃじゃぶ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 じゃ、無理に決まってるよ。ああ、走れないはずの王子様がいい走りを見せていたから嫌な予感がしてたんだよ。本当に大丈夫かな。もう椅子に座ってるもんね、ずっと。この人たちのやる気のなさもすごいけどね。行くかい？いや、もういいよ、僕は。おお、ジャンピング土下座来た。頼む、一生のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。王子様のジャンピング土下座はなかなか見られないんじゃないか。生のかどうか分かんないけど、ゲーム中だから生のジャンピング土下座見たことなかった、私は一度も。いや、いいでしょう。お前、騎士の国の王子だろ、少しは自分の力で何とかしろよ。まあそうだよね、厳しく行くべきだとは思うけど、私ちょっともうね、楽しくて王子様がここまで情けないのがちょっともう好きになっちゃってるとこある。それがダメなんだ、今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。その間何してたんだってことだけどね。訓練もやらず馬にも乗らず、じゃあその間何して遊んでたんだっていう。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも褒められてきたんだ。まあちょっとわかる気持ちは、私も一人っ子だからね。うん、椅子に座るときはちゃんとハンカチを引いてくれたりとか。何をするにもなんかいろいろもう親がやってくれましたよ、私も。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。その力はたげてるよね、本当に。そうしているうちに僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね、いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。まあ、ちょっとかわいそうだね。もう本当に誰も疑わなかったからね、その いつもの練習の様子を見ている人たちはまあちょっとね言ってるけど。でも今回ばかりはとてもごまかせない、あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ、だから力を貸してくれ、頼む。最悪死ぬからね。多分死にますよ、これは一人で行かせたら。でもやだ。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。すげえ土下座。この通りだ、この通りだ、このためがすごいもの。まあしょうがないですよ。早い、立つの早い。この国の救世主だ、魔物を捕まえることができたら今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束しよう。頼むよ、本当に途中でいつも終わってんだから。それじゃあ城門の前で待ってるからな、準備ができたら君たちも来てくれよ。あ、今回は別に王子様になり変わらなくてもいいのか、護衛というか周りで戦えばいいのかな。もう全然ガクブルしなくなっちゃった。ほんと情けない王子ね、この国の将来が心配だわ。まあ、心を入れ替えてくれればいいんですけどね、これを機に。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ、きっと王子としての重圧があの方を苦しめているのでしょう。そんなね感じするわ、本当に。いつも思うけどさ、テーナちゃんとベロニカちゃんって元はね、あの兄弟、双子で同じ感じだったはずなのにさ、ベロニカちゃんちっちゃくなってから顔でかくなってない？なんかちっちゃくなった方のベロニカちゃんの方が顔がでかい気がするんだけど。あ、違うわ、自分に傷一つつけられたわけじゃなくて、サソリに何も対抗できなかったってことだ。全然真逆の解釈をしてしまってたわ、私。砂漠の殺し屋が現れたそうだな。うん、気を張り詰めるのが、うん、ハリス王子だ、スタレデラ、城下町の入り口の方へ向かわれて、人だかりができて騒ぎになっているようだ。そうか、今回は顔出して普通に、そうだよね、そりゃ騒ぎになる。あー、砂漠の殺し屋の話になってる。
あ、最近はデルカダールでも悪魔の子という凶悪犯が逃げ出したそうですし、悪魔の子、ちょっとそれは語弊がある。勇者が逃げ出したって言ってほしいよね。そこら辺をさ、間違えてほしくないんだよな、君たち。うん。でもさ、なんか王子様はさ、まだ勇者だっていうことを気づいてないよね。だから、無邪気に手振りやがって。私たちが、本当に、なんだろう、戦闘に長けてるかどうかはさ、分かってなくない？でも誘ったことは本当に、運がいい王子様、本当に。俺たちが来て本当よかったね。マジで。はい、それでは準備もいろいろしてきたので討伐に向かいたいんですけど、その前に装備をお見せしたいと思います。今こんな感じですね。服をちょっと戻しました。勇者スタイルで、討伐しましょうで、こんな感じで、なんか神の右手の装備がないのでもったいないなとは思うんだけど、ないんだよねまあちょっとウリ坊はね、やっぱ可愛いからこのままでいこうかなと思うんだけど、で、セイナちゃんは、なんか、盾なかったんだけど、左手に。盾を構えられるってことに気づいて持たせたのはいいけど、あんまりなんか、ちょっと世界観を壊してるよね。踊り子盾持っちゃうか、みたいな、ちょっと、あんまり似合ってないんだけど、まあ、守備力を、優先しました。はい。じゃあのんきにね、手振ってますけど普通に手振って、まあ確かに貴族感のある手の振り方だ。いやー、クミツーさん来てくれたんだね。城の兵士たちを外で待たせているから君たちも来てくれたまえ。それじゃあ僕は先に行っているよ。すげー手がうるさい手がうるさいな。行ってくるよみんな。魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ。今回ばかりはいくらなんでも無理ですよやっぱりね、兵たちは分かってんだよねでももうね、この王子見てくださいよ、全くビビってませんよ。なぜでしょう。待て待て、心配しないでくれ。お前たち、とびきりの助っ人を用意したんだ。ん？よし、来たな。紹介しよう。助っ人の皆さんたちだ。彼らに砂漠の殺し屋を捕まえてもらう。砂漠の殺し屋がいる魔中の住処はバクラバ砂丘という場所の一番奥にある、うん、まずは西の関所を抜けバクラバ砂丘に行こう。まだ行ったことないね、バクラバ砂丘。なんかワイバーンドッグをバクラバ砂丘で、あ、バクラバ赤軍か。で、ビーストモードをそこで使わなきゃいけないのに、すっかり忘れてた、そのクエストのこと。ビーストモードだけ使わなきゃみたいな頭になっちゃって。忘れてました。よし、行くぞ、お前たち！もう、超元気だもん、王子。声が小さいぞ陽気だわ。ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ。楽しそうじゃない。私も混ぜて。ここで来るか。町の人にいろんな話を聞いてたんですけど、シルビアさんはどっかに行っちゃったって言ったんですよ。うん、どこかになんか用があってどっかに行っちゃいましたみたいな言ってって、どっかで出てくるタイミングがあるのかなとは思ったけど、ここで出てきた。すげえとこにいるし。サソリちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。だいたいあんた旅芸人だろ。サーカスの方はいいのか。まさか一緒に戦うと思ってなかったな。サーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。ね。私もついていっていいでしょ。クミツーという勇者のことが気になってるんじゃなくて、あっちのお坊ちゃんのことが気になるの。もうダメだよそれは。
もうそんなに恥ずかしがらなくてもいいわよ。私結構戦いには自信あるの。それじゃあ張り切っていくわよ。え、はい、いえ、もう一回出てこないの。おおもう勝手に決められて、じゃあ私のはい、いえ、もう一回出てくるパターンだと思ったのに、無限ループにはならずにシルビアさんの意志が強すぎた。あ、え、馬で行っていいわけ。バクラバサ級、あ、そうかそうかそうか、じゃあ初めて行く方の火の方に行けばいいんだね、とりあえずは。あ、じゃあびっくりした馬呼んだと思ったら話しかけてたわ。おいおい、クミズ、シルビアってやつ強引についてきちまったけど本当に大丈夫なのかよ。俺たち仮にも追われる身なんだぜ。こんな派手なやつと一緒にいた派手なやつはな、いつうちのメンバーにもいろいろいるからな、それに関しては。あ、おっ、いるじゃん、普通にしれっと一番後ろについてきてやがるなんでこんなに目立つ軍団になっちまったんだ。まあ走っていくか、どうせだしな。あの行ったところ向こうの方で、あのサボテンを買った場所なんですよ。あのなんか、うん、あのあっちそこまでは早送りで行きますか。あ、そうね、ここら辺でサボテン買って、あ、ゴールデンが出てきたのが左で、あそこが火立ってるとこじゃん。あ、結構近いね。王子たち早いな、結構ここら辺も魔物いっぱいいるのにさ。ん、え、真っ赤なやついる。ちょっと待って、火起こしてからちょっと話しかけるわ。あれでも全身真っ赤なやつはあそこの普通に町、村、村にもいたんだっけ。はい、しましょう。悪いやつではないと思うんだけど、じゃあ話しかけてみる。教えてくれる人なのかな。あ、いや、勇者様よく来たね。合言葉なら僕が見つけておいたよ。えへへ、偉いでしょう。えへん、今からこの合言葉を教えてあげるから忘れないようによく聞いてね。それじゃ、いくよ。ちゃんと私が覚えてなくてもいいようになってるからねメモしようかなって一瞬思うけど、こそこそっと教えてくれるだけだから。悪霊の祭壇のムーンペタ聞いたぞ。ぶっ、ドラクエ2かな。じゃあ別に順番的には間違ってないかもしれん。解放されたようだ。その冒険の書の合言葉があれば、よっち村にある祭壇の間から世界に行けるはずだよ。よし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 。じゃあこのなんか王子様編が終わったら、またよっち村に行ってみようかな。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。よっち村のことを頼んだよ。オッケー、やった。こんな風に普通になんか立って待っててくれる人がいるんだね。あ、キラキラ光ってる。超絶なんか夜は動くんだな、サボテンくんたちは。なんか変な、なんか、あ、なんていうやつだっけ。あ、忘れちゃったな。うお、すげえついてきてるやついたじゃん。まあね、あの神は大丈夫かよって言ってたけど、他の女の子2人はね、あ、強そうで、なんか心強いわみたいな感じだったわ、喋ってる内容。なんか2個関所あるじゃん。バクラバサ級が右で、ダーハラ湿原っていうのが左なんだ。ダーマ、ダーマみたい。まあこれはダーマ神殿的なものはないんだろうけどな。役職とか変えれるの？変えれないよね。いや、変えれないよな、多分あ、普通にいっぱいいる。おい、大変だ、砂漠の殺し屋が現れたんだ。それでここを働いていた兵士も、桜葉砂丘を巡回中に奴に襲われて城に運ばれていったんだ。いたね、全然救護室に運ばれてない奴がいたわ。うん、ブルルル。いや、怖いだろうな、どんだけ大きいのかな。あ、でももうみんな王子たちは行っちゃったのかな、もう。うん、入っていったんだ。あの若さで砂漠の殺し屋を捕らえようだなんて、なんていう感なんだろう。俺にはとても真似できないよ。あ、ここには噂はまだ行ってないようですね。本当に側近中の側近しか知らないのかな。危険、これより先、バクラバ砂丘、砂漠の殺し屋に注意。こっから見えない、見えないね。
この先はバクラバ砂丘、あの砂漠の殺し屋が現れたため断固として通すわけには。おや、もしやあなたたちが王子様の助っ人の。失礼いたしました、王子様より伺っております。どうぞお通りください。ありがとう。ここら辺になんかないよね。ないわ。宝箱くらい置いといてくれよ、支給品として。なあみんなっていうか、いつもさ砂漠のさあ、まあでも住処があるからいいのか。殺し屋に出会っちゃうか分かんないのにさ、オギーたちは私たちを置いてよく行ったな。どんどんと普通にいるし、あの黒い影、わあキラキラあるけど、もうやだな、トリックのもう桜、違う、あの殺し屋に会うまでちょっと体力温存したいみたいなとこはあるから、ちょっと一旦進みますよ。一回ね、あそこか。もうザザ、あでもオアシスもあるけど、ザ何かの場所みたいな、なんかすごい念送ってんもんこいつここに念送ってんじゃん3人。なんかあ、そっかそっか、このオアシスがこれの城の裏側なんだ、村のサンドフルート。なるほどね、すっごいもう水の真ん中に立っちゃってる。侵食がなんか怖いな。え、あれは何、あれはあれじゃないよね、だって砂漠、いやみんな送ってる念を。怖、何怖すぎる。周りでなんでこんな念送ってんの、召喚したの君たちが。うわ怖。え、だってここだよね。あ違う、住みかここじゃない。何ここ、なんか研究者みたいのいるよ。いや何このドラゴンみたいなやつ、普通に何体かいるっぽいんだけど、いやキモいわ念送ってんの本当に気持ち悪い。まったく、私はクレイモランという国から来た学者でしてね、サマディオの許可を取りこの遺跡群の調査を行っているのです。クレイモランは美しき雪の都ってとこだ。学者系なのかな。この砂漠の地は星々がよく見えますからね。古の賢者が星に関わる儀式のために遺跡を作ったと私は考えています。いやだってあの敵でさえ念を送ってるからね、儀式してっからね。これはなんか儀式に関わってますね、これ完全に。それだけかなんか詳しい話あるかなって思ったけど、砂漠の殺し屋はサソリって言ってるから、あの竜、ああれ、あこいつじゃないけど、やばいでしょ、強、うお怖い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 、あいつと戦ってる私今じゃいっぱいいるし怖い。じゃなんでこの砂漠、あ待って、ワイバーンドックとかか、もしかして。ちょっと怖くて一回このモードに入っちゃったけど、ワイバーンドックが夜行性って言ってるから今夜だから、と犬要素があったかわからんけど、なんかデスコピオンは私サソリ、デスコピオンがサソリみたいなやつって思ったけど、あいつワイバーンドックじゃないかな。もし昼間になっていなかったらワイバーンドックだよね。あ、いっぱいいる、こんなやつ。あ、ドック感ある、ドック感、顔はドック感あるぞ。来た来た来た